穏やかな海に突き出している丘の一角で、一人の人間が勝手な瞑想をしていた。ちょうど彼が見ている海の色は、秋晴れの空と名越して散漫な眺めではあったが、それは肩に暖かい日光が降り注ぐためでもあった。彼は芝生の上に落ちている自分の影帽子を眺めて、何か微妙な苦悩を貪っていた。そこには何か解き明かしたい一つの感覚があった。塩分を含んだあたりの空気を彼は吸っては吐き、吐いては吸った。そのうちに彼はふと無意味に近く、こう口ずさんだ。時間とは温度のことか。それからだいぶ後のことではあるが、彼は温度の相違によって動く永久に止まらない時計がすでに発明されているのを知って、急に変な気持ちがした。そしてその機械が自分より偉大な感覚を持たされているのを思うと、一層変な気がした。